もっと聞いてね MBS それではいただいたメッセージをご紹介しましょう今日のテーマはなりきっとりますな <laughs> 今日の尾崎みたいなもんやな、ね、<laughs> グリーンになりきっとる俺も一回ちょっとそう見てみたいか、ね、グリーン、うん、車もちな,ちなみにモスグリーン、ね、<わ>ミニークーパーの 服もググリーングリーーンンなんかな <laughs>、えー、ラジオネ、えーム近藤黒田の KK コンビさんですねさて私がなりきっとるなと思うのは後輩です彼は養成所出た自称芸人で収入のすべてがアルバイトです年上のことを兄さん姉さんと呼び語尾をデスヤンとか<ら>カーチ弁をやたらと使い誘い笑いをやたらとしてきますあの果てには関係ないトークもやたらと回したがります飲み会の席では野望やお笑い論をひたすら熱く語ります最近は周りに最近は周りは聞くのがうんざりで 芸人の物を真似をしている芸人と揶揄されておりますなりきるんやったら少しでいいから寄せてほしいですなんかね面白かったらええけどね最近多いねあのこう例えば店におってまあ俺はなんかその普通にな個室とか取るやんかでも個室だけど向こうの声聞きあるやんかほんならその男三人と女何人かおるか知らんけど聞くわようよう聞いたら 芸人やっててどううのの元芸人やと元じゃなくても今 NSC やねんみたいな感じであ語りたがりよるなああいう奴らは一番楽なポジションやからな言えるわえっってまあなるわ俺らが思う以上に一歩出たらなんかその何て言うの吉本の学校入ってるとか俺芸人やねん言うだけでみんなの目がちゃうんやってなそうなんやそうそう売れてなくてもあそうなんやみたいなんであの ちょっとええ思いできねえね大人もなんや夢持ってしっかりしてるやんあそうなのそうそうなんね俺らの時とちゃうからな小崎なんかでもやっぱりそのマネージャーやってるって言ったらやっぱり一般の人より一般のどっかの会社勤めてますねよりもやっぱりそりゃ吉本が引きちゃうわ誰担当してんのやろそれゃ耳鼻の人多いからね黒田。うん、<laughs> お前もやろ呼び捨てしかも呼び捨てかよそんな関係なみたいな感じなんちゃう <laughs> あいつはねとか言ってたや <laughs>

言うてるやさあこちらです匿名希望さんからいただきました、はい、早速ですが今日のテーマで私の話を聞いてください<何>友人 A 子は少しイラッとする性格です、うん、先日 A 子とグアム旅行に行きました、うん、レストランで A 子はナイフを落としてしまいました、うん、すると大きなリアクションでうっぷすと叫びうなだれていました <laughs> またビーチでは貝殻を踏んづけた A 子は アウチと叫び <laughs> 飛び跳ねていました面白い黒田さんパラさん私はそんな英子が結構好きですいや俺面白いけどな <laughs> 変わった人の方が面白いと思うけど <laughs> あじゃあミミリンさんですね <laughs> なぜかうちの家族、えー、夫私娘に突然セロライトスパーオースカーブームが来ました<ー>リビングに服を脱ぎ散らしている夫に注意したら全部間違えましたと返されます <laughs> 大学生の娘は遅くまで友達と遊んでいてそういう時はちゃんと連絡しなさいというと,うと全部間違えましたと言います <laughs> 私は私で言われた約束を忘れたときには全部間違えましたと <laughs> になりきりきます<塚>家族3人でセルライトスパーが出ている番組を見てきたわけでもないのに家族それぞれに突然大塚になりきるブームが来てしまいましたびっくりですいいかしかも3人ともスマホ待ち受けが大塚さんですええやんか大塚ってなんかあのーうん、まあ我々は後輩やねんけどだいぶ近んの、はいの、はい、あのね名古屋の愛知県の刈谷市から出てきやって、うん、もう普通東京行くんやけどまた大阪来てでかっくんもすごいけどあれ,これ何があのちゃうか言ったら。 可愛いらしいやな。可愛らしい。空手で日本一二回なってる。ええすごい。可愛らしい。でも全然その怖さじゃなくて、ふわんとゆるキャラみたいな。例えばちっちゃい子にあの子は人気出そうな気がするね。酒カ愛ちゃんのなんか男バーみたいなありそうな気がしてね。優しいよね。さあこちらです。ラジオネームバンギャさんです。少しだけエッチなイメージプレイのお店に働いていたことがあり、女性の方ですね。上司と部下、先生と生徒みたいなよくあるシチュエーションはまだ対応できるんですが、一度。 取,り取り調べ室での犯人と刑事という設定でやってほしいとイメージプレイですって<ー>そういう設定でやってほしいと強い希望のお客さんがいました初めての内容で最初戸惑いましたがそのお客さんの刑事の芝居がマジすぎて何度も笑いそうになりました <laughs> メインのお楽しみはそこじゃないのに藤原竜也ばりの演技で終始罵倒、うん、ものすごい迫力でした頼もしかったです あのー、あ<ー>そういうなんかこうちょっとこぼれ話みたいなの雑誌みたいなの乗って見たことあるけど、うん、本当に台本を渡してくる人がおるらしいからねこれでお願いします自分で書いてくるの自分で書いてくるのよでもうたんちゃんとその通り言わんともう一回始めから <laughs> 厳しい <laughs> 監督厳しいちょっとその言い方ちゃうんちゃもう完全に演出かっぽくめっちゃ面白いでも 関心はもっこりたってるんでしょ最低な,なんだそれ、<laughs> 一体ラジオネでも、えー、山尾志音舞音さん、三十九歳男性の方ですね。そういえば、中学生の時に、クラスの女の子で、一人国語の本。 本読みが当たるとやたら感情移入して、読んで登場人物になりきる子がいました。普段はすごい喋らない子なんですけども。おるおるそこでなりきるのが、自分がしなければいけない使命かのようにやっていたのが印象的です。おるおるそういうね、怖くらずに、えー、これ俺らだけではなくて、誰もがおったんじゃない。あれ急にこの時になったら、なんか、うん。おとなしいのになそうやね。普段、うん、ね。 お,おちょけじゃない高校の時もおっためちゃくちゃ真面目な、ね、真面目な真面目ないや感情犬じゃないんやけどなんかそのタバコあの子はあえて見えてめっちゃヘビースモーカーやねんねって噂を聞いたんああ <laughs> <お><お>そうなのあんま喋ゃりやれへんねん<あ>全然喋れへんち、うん、ほんまにどっから見ても真面目な女の子、うん、いつも席にじーっと座ってで休み時間もうろうろもせえへんね、うんじーっと漫画読んだりとか何にもねちょっと小太りで、うんうん、でそのまあ 仮にケイさんって言うけど俺が聞いてみたよケイさんとケイさんヘビースモーカーできたけどホンマって言ったら、うん、かっくりゆっくり頷いてで俺が嘘マジで何してんのって俺の方見てせ っていうてすごく面白く女性でしょ女性ながらはセブンスターだから人は見加減によらないあかんねんで飲んだ高校生が食べたあかんけどその真面目な子がそうやっていうのはとて今のこの子も本読みなったら急になこれやとメロメメロスはや走ったとか言い出すんじゃ こちらですラジオネームひまわりさんです。昔男女のグループでカラオケに行きました。うん、ちょっと気になる彼もいて、相手も私のことをよく思っている感がありました。ね、付き合うのも時間の問題かなと思っていたのですが、ああ彼がサザンのいとしのエリーをえせ桑田佳祐に巻き舌で歌ったことで一気に冷めました。神吉さんみたいなもんやな。<laughs> あるな。まあでもね、なんかなんかバンドやってるお父さんとかと一緒にカラオケ行ったけどうまかったなぁ。 あのな俺よりちょっと上らの世代の人ってほんまにそのバンドブームがあった人らやからまあまあ逆に歌うまい人多いからめっちゃうまかっただから何歳ぐらいですか50数俺よりちょっと年下やったかな年下やったけどバンドやってる子やっぱうまいで「バンドやってるんですちょっと歌ってくださいよ」ってめっちゃうまかったわ俺の税理士の先生かんけどめっちゃ真面目なめちゃくちゃええって思うとしてもう真面目って 一回会した後にちょっとみんなで俺の知り合いの店行ったその店の俺の連れ側な、もともとバンド前にギター弾いたでギターちょっと俺ちょっと弾いたってやみたいなほんならこれ弾きこれ見て弾いてくれてほんなその人が急に「鉄パンクロッカーやねんロックやねん」「税理士さん」「ロックで」そうあれよあの、マイクなしでめちゃくちゃ響くねん声が。 へぇだから人は見かけにあーみたいなことだろそういだろあーみたいなヘビメタ言うのあ、ヘビメタは私ははい、あのやってましたよちょっとやってみてやってみて何それ私はデスメタルをやっていたのでデスメタルはそうなんや何それンテラとかううっていうそそそううう。デス声っていうのを毎日練習してたオサムショーはデスメタルかおサムショーはあれおえって言うはるやおオサムショ歌うときはもっとソフトよジャズジャズ が天然の <laughs> さあどなたに差し上げましょうかまあこれあのー、我々の番組のも頑張ってくれてるんでこのセルライトスパーさんーこのお金をもうてこれでまたちょっとあのライブでも見に立ってください、はいはい、それでは、えー、ラジオネームみみりんさんに現金3,000円を差し上げましょう今日のテーマは「なりきっとりますなあ」たくさんのメッセージありがとうございました